ね、最近ね、暴風がね吹き荒れてますからね。け朝もう、音がこれ聞こえてますけど、ものすごい風が吹きまくってて、雨が止みませんね。うん、松井さん、ありがとうございます。えー、かぶさん、こんにちはけ。ケートじゃなくて、ケージがキャリーバッグ、あ、なるほど、キャリーバッグでしたということで、どうもすいませんということですけども、あ、はい、ありがとうございます。なるほどですね。うん。エビリィさん、よろしくお願いします。 あの件とか、えー、なんかやらかしたみたいな物理、えー、物騒な、えー、サムネになっちゃったんで、えー、はっきり書きますが、えー、しょうまくんがナウボイスをしばらく更新していなかったのは、えー、コメント欄の誹謗中傷が原因ですと。うん。えー、最後の更新がザ・アイスの頃だったから、えー、フリーの G 線を滑ると書いてあったのに、ショートのグラビティを滑った手抜き認定されて文句言われて、あ でもなんかあり,ありましたね、そんなこと。うん。アイスショーでマリンちゃんに話しかけるなとか、ファンサービスで笑顔が足りないとか、あの頃ですね、ああ、結構前ですね、なんか、ね、歌舞くんテレビの方でもコメントがあったと思うんですけど、なるほど、ずいぶん分ひどいこと言うしていますね。私がシャマくんやったら、さっさとナウボイスなんてさよならしちゃうと思うのに、ずっと、えー、そんなまま置いてくれたんですよね。ネットの誹謗中傷の中でもナウボイスは、 えー、運営側に完全に身元が割れているのに、えー、よくやるなと思いました。うーん ね、だけど誹謗中傷する人は自分が悪いと思っていなかったりするんで、えー、これからもそういう輩が出てこないとも限らないんで、えー、コメント欄の扱いは何か対策されているといいなと思います。うん、NowVoice のシステムが僕分かんないんでどういう感じなんだろうっていう気はしますけどょ馬くんは Twitter などは多分アプリ自体は、えー、使わないようにしているんだと思いますが、えー、NowVoice は本人がアプリを使って で投稿するもののようなんでなかなか難しいかもしれませんけど、でも私はコメント欄えー、ご本人が見る必要もないと思っています。えー、それでえっとそれでも書くんだけど、うん。でしょうまくんもえー、普通の人間なのでえー、たくさんある良いコメントの中のえー、たった何個かのコメントの悪意が心にえー、刺さってしまうんですから。 ねというあそうですね、ネガティブなコメント引き寄せられますからね。うん、まあ。どんなにいいコメントがたくさんあっても、結構ネガティブなコメントがほんと少なくてもね、そればっかり見に行くっていうのは、これはありますからね、やっぱね。うん、まあ。特に、えっと、なんだっけ、選手だったりすると、まあ余計にこう、気つきやすいって言いますかね。うん。まああると思いますか。対策はやっぱ必要かなっていう気はしますけど、やっぱね。 うん、でも、ナウボイスのコメントは、まあ、<laughs> 対策をするにはどういう風にすればいいかってちょっと分かんないんで、うん、なんか何かしたら対策をするのかなとは思うんですけども、うん、まあ確かに一時期は、まあ確かにあの時なんかあいろいろ歌舞テレビでもコメント寄せられてあったなって思い出しました。うん ええー、竹森猫さんどうもです。ええー、コラントっての言い方、アクセント。私、ええ翔馬くんと同じだ、やったーっていう感じで、うん、あ、どんな感じだコラントってかなコラントって、コラントって。うん。私はナウボには課金していないんで、聞けないですが、皆さん大興奮ですね。うん。昨日はふと思いついて、タンゲイラの演技を見ていました。 輝く新星、宇野昌磨15歳っていう字幕になんか笑えた、うん、もう25歳なんだっていう感じでですね、タンゲイラの演技、懐かしいですね,ね。ね、本当にもうあっという間に来てしまったっていう感じがするんですけど、そんなにすね、あの、時が経ってない気もするんで、不思議な感じがしますね、本当に。うん、宇野選手、25歳でございます。はい エミリーさん、えー、竹森猫様、こんにちは、えー。試合がないから過去プロ祭りになってしまいますよね。うん。ナウボイス、課金しなくても最初の30秒くらいは聞けますよ。まあ、あとは来たくなってしまって課金してしまうのがおチだからやめた方がいいかもですが、私も出費がいろいろ大変だから時々課金して、う <laughs> ん。何回かいつかまとめて聞いたりもしてもいいかもなと思ったりいろいろ考えています。ということで、うん。 はい、課金の件で猫、えー、さん、えー、こんこにちは30秒笑ったら短い、うん。まあ、えっ、ー、と、課金しようか何度も思うけど、ちょっとお高めかなというね、高い感じなんですね、やっぱね。うん、あのー、まあ、こう30秒を見せるっていうところが、まあ、企業努力なのかなっていうね、感じはしますよね、やっぱね。うん、企業ど努,力努力と言いますか。 えっと、なんだっけ、課金しようかと何度も思うけど、ちょっとお高めかな。えー、過去プロ、えー、音楽もすごい素敵美保子先生やから。 えー、曲をダウンロードして昭和、えー、プレイリストにしています、えー。聴きながら演技思い浮かべて、えー、この数日は結構リピーで聴いています。うん。四大陸の演技思い出して泣いてしまうということで、うん。あの、これ僕もたまにやりますけど、あの、僕は、あの、試合のね、えー、MP3 を撮っちゃいますね。まあ、要は、えー、だから解説の方がね、えーと、話してるやつ、宇野くんのやつだったら、まあ、宇野くんの、えー、MP3 を取り出して、で、解説 でまあ、聞くんですよ、まあ、そうすると臨場感あって結構お客,さんあお客さんの拍手なんかもね、えー、聞こえるんですがまあそんな感じで楽しんだりはしますやっぱ自分が踊ってる感じもするしエミリーさんわ、えー、かります昭和、えー、プレイリスト聴きながらだけど結構かじがはかどります昭和くんのスケート経由で音楽を覚えているから耳に心地よくスーッと入ってきますうんどんな皆さんの曲聴くでしょうかね昭和プレイリストどんな曲が一番好きなのか うん、ショーマくんのプログラム。でも、グレスピー僕、スピって言いましたけど、まあ、最近、まあボレド、えっと G 線ミアトル、まあ、かなりですね。うんあの今年のプログラム、過去一かなって思っちゃいます。竹森猫さん。なるほど。えー、スケートから入ってるから余計,余計に耳が心地よいのか。うん、えー、昨年は大盛りハマり。<laughs> 人前から世界選手権終わるままでずっといいていました、えー、特に後半パートのチェロ競争曲、破綻長がお気に入りで、あなるほどですね。うん、そこもすごく素敵だなってやっぱ思います。うん。ね、本当に。でもこういったやつを、まあ、解説付きでね、聞いたりするのも結構面白いですよ。うん。えー、美輪さん、おはようございます。えー、昨夜は、えー、嬉しい、なお、ボイス復活。 えー、シュマくんうれしくて興奮がさみやらずあまり深くは言えませんが私が心配になったのは「うん、有料を聞いたからでナウボイスじゃない方を」ということ、うん、でその日はちょうどシュマくんが、えー、公式発表をされてからすぐにイツく君やレミさんとスイスに行ってすぐにで、ね、普段はわちゃわちゃ元気なのにそうじゃなかった。 っていう感じで。うん。また、何かを思い詰めて、問いかけにうーん、何を言ったかは言えませんが、詳しくは明らかに思い詰めていましたよ、っていうことで。なるほど、思い詰めていった。で、The Ice のグラビティも入っているかもですが、Now Voice はさらに遡り、一瞬、今はえ有料え登録からしかコメントはできません。はてなんですが、えっと、自分の運営じゃないから、そこはたくさんのアスリートや著名人がいらっしゃるから、なんとも、うん。 また辞めたわけでは、えー、なくて、新しい、えっと、コメントを、喋、えー、りを、えー、更新していなかっただけだから、問題はないかなと私は思います。うん、で自ら、えー、明るくちょこちょこ、えー、短くてもコメントをしていきたいとかあったから、えー、素直に嬉しかったです。だって、あの時の感じからしたら、それくらいはびっくりだったから、うん ファンからのコメントは、ざっとハマさんがチェックされて、チョイス、えー、して、えー、伝えると、えー、確か、えー、前に言われていましたよ。うん。今はわかりませんが、という感じでですね。まあ、なんだろう。ちょっと待ってください。あともうちょっと読んでから。えー、っと、あの、そうですね。で、どこまで読んだかな。まずゴミ、ゴミ、えー、あ、まずゴミか。まずゴミ、えー、含めて。 えー、誹謗中傷やフィギュアスケートをしている僕を応援してほしいですに、いろいろ含まれてるんじゃないかなと、うん、私はそう思ったからコメントをしました。温かく見守ってほしいとあったから、えー、文面通りかなと、うん、えー、とにかくナウボイス、素直にお帰りなさいです。えー、ブラボー、ブラボー、諸馬君。では、仕事に行ってきます。ということで、うん、まあ、あの、宇野選手、<laughs> やっぱり、 ね、えっ、ー、と、YouTube とか管理してるのって、うまくんじゃないと思うんで、えっまあ、多分分わかりませんけどね。だから、まあ、サポーターが多分コメントを見て、怪しいものがあったものは、まあ、消したりとかね、してくくのかな、今後は。うん。まあ、そんな感じでね、対策をしながらやっていってほしいなと思す。やっぱね、ありますからね、必ず誹謗中傷とかでも結構悪質なものあるということで。で、さっきもありましたか、あ,あの、 アンチをしてるって気づいてないこともあるっぽいので、うん。まあ、それがやっぱ厄介、厄介っていうかね。うん。今日はあれですね、宇野くんのナウボイスの、えー、お話、ほとんどですね。えー、YM さん、よろしくお願いします。えー、シュマくんのナウボイス、戻ってきてくれて、すごく嬉しい。うん。ご本人の口から、えー、聞けるお話はとても嬉しい。えー、今回、シュまくんがどういう気持ちで戻ってきてくれたのか分かんないけど、 えー、翔馬くんのようなトップ選手の SNS には、えー、心ない批判コメントは絶対にあります。うん。えー、先日のおじゲーミングさんの配信も私は見れなかったんですが、コメント欄が荒れて、えー、後日説明のツイートを管理人さんが上げてましたよね。本当に申し訳ない限りです。あ、はい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 。あの、ツイッターの方で、これはビビアンド・オーバーさんが教えてくれて、確か見てたんですけど、 あのー、びっくりしましたね。結構怒られてて、うん。で、何があったんだろうっていう感じで、ちょっとびっくりはして、ほんとこれ、この前の件だったと思うんですけどね。うん、でも、これだけは翔馬くんに分かってほしくて、翔馬くんのファンはいろんな、えー、考えの人はいるとは思うけど、翔馬くんの傷つくような言葉は、えー、コメントしません、うんえー。有料サイトとはいえ、アンチもたくさん登録して、なんでアンチも登録してるんですかね。なんでだろう。うん これ不思議ですね。アンチ、お金払ってまで登録して、アンチしてるってどういうことなんだ？でも、この前なんか言いましたよね。なんだっけ。あの、アイスショーだったかな。それこそ、宇野くんが出るアイスショーでね。なんか、お客さん入ってません、アピールした人。うん。あれも、あの、お金ね、アイスショーの高いお金払って、アンチしてるわけですから、ちょっと。 意味不明だなって思います、やっぱね。うん。お金を払う人くらいいっぱいいます。アンチ活動のためにお金を払う人いるんですね。すごい、なんか、不幸な人だなって思いますよ、これは。うん。ご本人は辛いとは思うけど、えー、それだけ翔馬君が立派になったっていうことだと思う。うん。いや、でもこれ、宇野君、これ知ったら、多分僕、宇野選手も、え、そんな不幸な人いるのって普通に思っちゃうと思,思いますよ。うん。なんか、逆にこっちがあそ、かわいそうに思,思えてきた逆に。うん。 そういうい人って、く、うん、えー、君自身が読んでくれているのならそれを頭に入れてほしいしもしハマさんやご家族が先にチェックするならそういうコメントはさっさと削除していただいていいと思います。うん。アンチと思われる輩はさっさとブロックしちゃってもいいのではと、うん、別に全然構わないと思いますということなんでまあねサポーターの方がもしかしたらそういった対策をするのかなっていう感じはしますけどね。びっくりしてアンチってお金払ってくるんですね。うん ちょっとそれはちょっとびっくりしました。えっ、ー、と、う馬くんは嘘をつくのが嫌嫌嫌いだから、スケートもプライベートも本当のことを言ってしまうんだよね。えー、あ、そう、マリンちゃんのこともそうですね、ということで。うん。でも、私は今まで申し訳ない。マリンちゃんにはさほど興味がなかったけど、えー、翔馬くんとのことがあってから応援するようになりました。あー、なるほど。そういうファンもいます。うん。あと、二人の交際についてなんですが、 えっと、今回の全日本、マリンちゃんはフリーに進みませんでした。うん、もちろん、お二人の間でどんなやりとりがあったか分かりませんが、一般の恋人同士ならば、えー、仕事がうまくいかなければパートナーに相談をしたり、もっと言えば、当たり散らかしたり、うん、散らしたりとか。 あっったりそういういことって普通ですよね、うん、でも、マリンちゃんはそれができたのかなあ、できたのかしなかったでも、少なくとも、ショマ君は笑顔で、2位に40点差をつけて優勝でした。うん。えー、彼のパフォーマンスに影響のあるようなことはなかったということですね。あ、ね、てかね、僕ね、あの、これ、大会始まる前だったかなマリンちゃんとショマ君の恋愛報道が出てきて。で、それで、まあちょっと今年、今季、まぁ、あ、なんかそういった、 なんかね、マスコミも含めて、どういうな反応するのかっていう感じで、ちょっとヒヤッとはしたんですが、あの、ジャパンオープン終わって、薄れましたね、なんかこの話。うん。なんか、あそういえば、付き合ってたのかっていう感じで、なんていうのかな、あんま影響なかったのかなっていうところはあったので、そこが良かったのかなっていう気はするんですよね。うん。なんか言われなければ気づかないっていうか、うん、あそういえば、付き合ってたよねっていう感じで。 僕だからそうなのかな。うん。磯山君ももし、マリンちゃんもさすがアスリートだなと思ったし、良いお付き合いなんだなって思いました。もう何も言うことはないなと思っています。うん。この件ね、この話ね、なんかもっとこう、試合に悪影響とか出ちゃうんじゃないかっていう心配がね、その報道とかされちゃうとあるかなと思ったんで、全然もうね、 G7 ミアートルの世界に引き込まれてしまって、それどころじゃなかったっていう、それどころじゃなかったっていう言い方あれですけど、なんか気にならなかったっていうかね、うん、そんな周りもね、そんなに言わなかった感じはするんですけど、僕がいないとこでやっぱ Twitter とかでは言ってた感じでしょうかね、うん、まあ、あの、僕は G7 メアートルとかグラビティの演技の方に集中したんで、全然、もうちょっと、あそういえば付き合ったねっていう感じなんですけど、うん、はい。 えーっと、YLU さん、よろしくお願いいたします。はい。えー、競技に集中できるメンタルは、翔真くんだけでですね、うん。えー、数年前からお互い邪魔しない間柄であ、間柄で、いいなと思っています。ただ、競技以外の時は、寄り添ってあげる翔真くんは、本当に優しいと、みんなにもですね、ということ。あ、そうですね、本当に、うん。まあ、あの、いろんな他の選手たちにも対してもね、うん、なんか、ね、えー、っと、やりとりが、 交流もあって、素敵だなと思いながら。うん。えー、エミリーさん、えー、ワイム様、マリンちゃん、インスタによると、えー、男子フリーだったクリスマスの日には、リンクで練習をしていました。えー、失敗したフリップもちゃんと飛んで練習をしていました。うん。明るかったです。で、子どもたちのクリスマスイベントが、そのリンクであったみたいで、えー、その様子を上げてら、えー、報告をしてくれてま、あ、そんな感じなんですね。なるほど。ちょっとマリンちゃんを語ってもいいですか。 私、マリンちゃんのインスタがいつも楽しみで、えー、高校生とか学生さんと思われる若いファンの子がいっぱいいて、えー、テスト頑張るよとか、マリンちゃんのネイルのこと質問してたりして、可愛い,いんです。あそうなんですね。うん、さすがネイルやっぱ。で、釣、え、り、ー、の愛称は何って尋ねる言ってる人もいました、えー。この間のストーリーでは、薄化粧好きの、えー、男性が濃いめの 化粧の自分の彼女にえ薄化粧がいいって言いたいけどあかんかなーみたいな質問が来ていてマリンちゃんのお返事は彼氏のためじゃなくて自分の自分磨きのためにお化粧をしてるよっていう、えー、返していてかっけーと思ってましたという感じですねなるほどで時々ジャンプやスピンステップも見せてくれてますという感じですねであとおじゲーミングさんはチャット欄はそんなに荒れてなかったですよというあ 変なのがきれ込んだのねくらいで、ただ公式ツイッターの通り、ゴジさんの一部露出のためにアーカイブは残せなくなりましたっていうことですね、という感じみたいですね。なるほど。うん。という感じなんですけども、この件ね。 優兵衛さん、えー、よろしくお願いします。ど同居している、えー、お祖父様に恋人の紹介はなかったことから、えー、気を使わせたくないのか、普通に仲良しから発展をしたのかなうん、ちょっとこの件ね、わかんないですよね、全然ね。うまママ,ママさんは、男女を分,分け隔てなく、いろんな場所に見られていたり、チームをおうちに招待したりフレンドリーフ、フレンドリーで見習いたいですね、というか、あ本当ですよね。うんまあ、ね本当に パーーティーとかかもするのかなやっぱりね、うん、ステファンも来ましたからね、お家にね。なんかもうでも、しょうまくんの周りがそういう雰囲気なので、なんか、なんていうのか、暖かいなっていうのは、やっぱ、いつも感じます、やっぱね。うん。そうそう、裏方チャンネルさんの昨日の動画を見,見たりもして、うん。暖かさを感じて、ステファンが表情本当変わってて、あの、なんかあた、暖かい感じですね、本当ね。でも、多分ん、幸四郎くんもね、えー、メダルを今回取ったから余計だに 嬉しさは倍で,す、ねやっぱねうん、でもねえっ、ー、と村方さんたち皆さん言ってましたけどねえっ、ー、と和樹くんとかそうだくんとかいつも知ってるメンバー多かったから何かねそういう親近感みたいなのあるみたいな話あったけどね、うん、<laughs> えっとワイムさん y 様そうですね本当にお互いの競技については邪魔しない間,間からなのか私はさすがと思っていたんですが アスイリードなら当たり前かなうん。あと、アイスショーでイチャイチャしてとイイチャイチャャしてとか、発信する人いるけど、えー、私はショバ君の出ているアイスショーをたくさん行っていますが、えー、全くそんなことはありません。あ、そう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 。これ、そうですね。そのあたり、講師はきちんと分けておられるんだなぁと思っています。交、え、際、ー、が公になった後うん。 マリンちゃん以外の女子選手との絡みがなく少なくなったのかなとは思いますが、えー、そこは変な誤解を避けるためには正解だと思いますということ。ああ、講師分けてる。なるほどですね。うん。まあ、これ、海外とかだとね、まあ、変な話っていうか、まあ、キスとかあるちゃあ,あるとは思うんですけどもね。まあ、最近のコンドラ地区とか見てるとね、トゥルー・スワット。でも、日本はまあそういう文化じゃないというのかな。なんて言うんだろう。難しいですよね。うん。まあ、 ななんなんだろうね文化的な話なんう <laughs> うん。えー、イ m さん、えー、そうなんですよね。私、正月早々の体調不良で、えー、新年の配信が見れなくて、年明けあんなツイートが上がっていたんで、大変だったのかなってなった思ったんですが、えー、それなら良かったです。うん。楽しい配信だったんですね。で、マリンちゃんのインスタ、私はあまり見に見に行ったことないんだけど、えー、普通のスケオーターと言われる人とはちょっと違う人が見に行ってらっしゃるのかなということですね。なるほど。うん。あ マリンちゃんね。なるほどですね。でも、正直言うと、多分ですけど、そういうなんか、スケートとは関係ない、まあ、いわゆるスケベな人というか、そういう人見てるんじゃないかなと思,思っちゃいますよね。うん。えー、そういう部分で、スケートファンの考えと、少し分け隔たりが出てきてしまうのか、隔たりが出てきてしまうのかもしれません。でも、えー、ショマくんはフィギュアスケーター、ホンダマリンを好きなわけではないでしょうから、うん。もちろん、その部分もあるにしろ、えー、それでは一部ですもんね。 いずれにしろ私は以前よりマリンちゃん好きですよということで、うん、マリンちゃんはね、以前から魅力的な方ですよ、やっぱね。うん。本当に、スケートもね、自然でね、やっぱ、ザ・リビングとか見ると、本当に自然な表現力がすごいやっぱ好きで、うん、魅力的ですよ、やっぱ彼女ね。えー、ワイム様、えー、そうですね。 シュマくんのお母様、まだ彼が1人で試合に行けないような頃から、多くの試合に付き添って、今トップで戦う選手たちを見てきて、今も応援をされているんでしょうね。裏方チャンネルささんんで浜さんが えっと、他の選手の、あ言って、おっしゃってましたよね。お母様が翔馬君の演技を見て、興奮をしていた話がされていたけど、フィギュアスケート全体家族みたいな感じなのかもですね。うん。ね、そう、なんかおっしゃってましたよね。そういったところも、なんか、親近感みたいなものを感じましたね、僕も。うん。 エビディさん、えー、マリンちゃんのファン層は、明らかに翔真君とは違うと思います。僕もそう思いますね。若い、えー、若干カルチャーショックもありますし、私たちが翔真、えー、君を応援するのとは全然違って、えー、年上のお姉さんへの憧れの眼差しであったり、ファンの子もキラキラしていて羨ましくもあります。うん。た、ま、ぶ、あまあ、あ、若干層って言いますかね、ある層は、まあ、なんて言うんだろう、その、可愛いからとかっていう、なんか、 そういう、それでファンっていうかね、うん、なんか、しつこい人もいそうな気はします、やっぱね。で、えー、そんな子たちに元気をもらえます。時間もお金も自由にならないだろうから、<laughs> えっと、現地も廃止も難しくて、えー、隙を高い場合での配信力は、 喉が変だな、ね、い。えっ、ー、と、えー、時間もお金も自由にならないだろうから、電池も配信も難しくて、捨てようと書いての、海、え、外、ー、での発電力がないかもですが、いつか、えー、自分で稼ぐようになったら、相性を見に行ってくれると嬉しいなと思って見てます。うん。あもちろん、マリンちゃんのファンには、えー、メガハートの男子たちもおる。ああのね、そういうことはですね、つまりね。人のことは言えません。仲間ねって思いますので、うん。 はいといととうことあのやっぱりね、そうですよ。そのフィギュアスケート関係なしに、まあ、そういったルックスですよね。うん、いますよ、やっぱりね。もうこれはもうしょうがない話で。うん。えっと、ワイムさん、そうなん,なんですね。でも、マリンちゃんは、そんな彼女のファンを、えー、大切にすべきだし、えー、そんなファンの皆さんなら、ショーマくんとの交際も気にしたいですよね。うん。なら彼もライトに応援してもらえるでしょう。うん、いやー、でもどうなんだろうね。 まあぶっちゃけね、なんか言っちゃいますけど、なんか俺のマリンガとか言っている変なね、コメントしてるやつもいるんですよね、中にはね。うん。いや、なんかそれは違うじゃんって思うんだけど。まあそれはね、やっぱね、うん、お互い良いお付き合いですよね。何度も書いちゃいまってますが、おばさんは何も言うことはありません。私は私で、翔馬君を応援するのみです。うん。だからやっぱ自分のね、ものって思いすぎちゃうと、やっぱり、なんていうのかな。うん。なんだろう。 悲し僕はもう素直にこう素直にっていうかフィギュアスケートやってるまあね翔しょうまくん大好きだしマリンちゃんも好きなんでうんまあでもねどっちもルックスもやっぱかっこいいですからねかっこいいしねマリンちゃんも美女だし美しいしかわいいしうどくんなんかもう本当めちゃくちゃかっこいいしねもう男女関係なしにモテるのでうんだからねまあこういうちょっとなんだろういろんな ねえ、例えばですよ、嫉妬ばっ嫉,嫉妬あったりとかっていうのはね、まああるのかなとはちょっと思います、やっぱね。うん。これは魅力的だかっていう証拠です、やっぱね。はい。はい、えー、次、マルディンさんどうもありがとうございます。えー、フィギュアスケーターの筋肉のつき方は、アイスリンクが半時計回り、あ、半時計回りだから、えー、左足の太ももが発達します。あ、そうですね。あ、左足なんだ。なるほど。うん。え、なるほどですね。えー、 佐野実さんと安藤美紀さんの東京より、えー、左左右の太ももの太さが違うよねと安藤美紀さんに言ったらそんなことないですと言われて佐野さんあーちゃーになってたけど安藤さんぐらいの世代は、えー、声帯とか筋肉のケアをしているから左右太ももの差はないようです、うん、あでもねあの僕の話になったんですけど、まあ、僕全然練習してませんけどでもあの右足の方が太いですようん明らかに だって、ジーパン履くときに、右足の方が違和感ありますからね。うん、あの左足は入るんだけど、右足だけあれってなるのであ、左足なんですね。これは意外だなってちょっと思っちゃいましたね。うん、あのなぜかっていうと、ジャンプって右足で着地するんですよね。でだから左、右足の方が必然的に太くなるはずなんですけど、 おかしいですね。これはそういうことなんだ。うん。えー、北崎24ちゃんの言ってた、えー、顔の歪みは高速スピンや、えー、ジャンプですごい遠、えー、心力がかかるからだと思います。確かにですね。うん。そう思います。だけど、声帯などは顔の歪みの調節や、えー、首や頭も、あのや、やってるから大丈夫だと思います。うん。あんまねか、顔の歪みっていうのは感じたことなかったですね。まあ、トップ選手たち、 どううなんでしょうか、ね、これはトップ選手たちにインタビューしたいぐらいですよね。うん。これ、こうね、ちょっとこの話は結構あんま出ないと思うんで、面白いですよ、やっぱ。うん。多分デビューストレーナーは筋肉マッサージだけじゃなくて、えー、整体師の資格も持っているはずなんで、大抵のスポーツトレーナーは持っているはずですね、ということなんうん。で、私は整体とマッサージ機能のあるマッサージ機を持っていたけど、えー、20年の、えー、対応 えー年数が過ぎて処分となりましたということです。うん。で、かなりの健康オタクなんでということ、なるほどですね。うん。ね、ちょっと僕はマッサージ器っていうのはちょっと持ってないんで、どんな感じなんだろうって、ちょっとツボのなんだ、つのなんだ、棒みたいなやつとかは知ってますけど、マッサージ器ないですね。うん。まあ、こういうあった方がいいのかなと思うんですけどね、やっぱね。うん。 血の巡りも良くなるからやっぱ血の巡りって大事だと思うんですよねだからまあちょっと健康生活しようかなうんでも最近ちょっと僕ぴょぴょとかにはまりすぎて寝不足になってるんでちょっと注意必要です寝不足がやばいのではい、えー、注意します、うん えー、マルリニンさん、しょうまくんがグランプリファイナルで優勝をしたとき、えー、バックヤードでしょうまくんチームが両サイドから腕を上げてトンネルをくっつけて、しょうまくんを通してお祝いをしていました。あ、これやってましたよね。あれ、この時って確か宇野くんくぐったっけなくぐりましたっけうん。 なんかね自分もなんかくぐんなかったトンネルを作ってるのあこれ違う動画かな、ちょっと忘れましたね。うん、あれ、フィギュアスケーター会話で流行ってるみたいよ高。高橋大輔さん座長のエクスプロージョンが終わったバックヤードで出演者が成功のトンネルを作ってお祝いをしてました。あ流行ってるんですね。なるほど、なぜかな。うんそうらしいです。流行ってるらしいですよ。うん ね、なんか流行ってるらしいです。全然ちょっと分かんなかったんですけど。うん、えー、みわさまこんにちは。えー、ただいま、先ほどワンワンから今度はあ、ワンワンもちょっと見てこないでね。パムちゃんが、えー、ただいま、上がり。 上がりましたよとということで、うん、久しぶりのパ、えー、ムちゃんは毛並みが、えー、さらにふわふわして、えー、すごく嬉しそうでしたよ。ファイブモフモフは楽しそうで新しい数が決まったらしく、えー、それまでうのけに少しいて楽しい思い出作ろうねとありました。また少しの間に賑やかになりますよ。あいいですねちょっと見ていきます。 いつ見てもほっこりして仕事疲れが吹っ飛びました。うん。本当可愛いですよね。あの、なんだろう。いつ見ても本当愛があるなっていう感じがして。うん。また、エマちゃんの新しいおもちゃ、えー。すぐにボロボロにも笑いました。いつもありがとうございます。という感じなんで、僕もちょっと見ていきたいと思います。はい。うん。マルディンさん。 えっとねアイ、アイスエクスプロージョン2023年のオープニング YouTube あ、そう、これも見なきゃいけないんだ。うん。ーるモンがいっぱいあってどうしようっていう感じですね。えー、アンスポークンワーズ、アンスポークンワーズですね。マ、まあ、シモスカリンド高橋大輔、ククツー歌、ククツー歌っていうやつか。うん。えー、っと出、出演者、えー、プロデューサー高橋大輔、エイドリアン・カーハートオ,クサンオ,レオレクサンドラ・コロフスキー。 えー、荒川静香、えー、小川まりえさんでしょ、あれ。うん。折原、あ、折原優香さん出るんだ。ユーホ・ピリネル、おピリハラ組、出るっぽいですね。うん。で、えっ、ー、と、木登り、ケイトリン・フィーバー、ウィーバー、アンドリュー・ポシェ、うん。えー、友野和樹、三浦佳生、ミハイルブあ・ブレジナ君、うん。吉野、吉野晃平、えー、小林ひろ博和君かな。うん。カナダイ、えー、ジェイソン・ブラン、えー、中西さんですね。中西さん。うん。 そして、ユラミン、えー、本郷理香、えー、三宅シナ君って結構出ますね。うん。という感じです。であとはみ、村上かな子マッシュモスカリさんで。マッシュモスカリさんってこれ振り付けしたんですよね、確か。うん。えっ、ー、と、僕、マッシュモスカリさんの振り付けで知ってるのは、えっ、ー、と、三原舞ちゃんのロンドカップリチョウソーですね。うん。あれ違うか。合ってるかな。間違ったりして。 た分合ってると思う。うん。マッシモスカーリーだった気がしますね。うん。で人生は高橋大輔で、えー、世界にはこんな素晴らしいフィギュアスケーターがいるのを見てほしい、えー。とにかく、えー、アーティスティックで、えー、高橋大輔さんの世界観満載ですよ。まだ YouTube にはオープニングだけしか上がってないけど、あ、見ますね。早くしないと、またあの本,本編が始まっちゃうんで、ちょっとあのメモします、僕は今。うんメモ。メモしながらしないと、もうあれなんだっけなってなっちゃうんで、うん。ありがとうございました。うん。 はい、えー、というわけでフィギュアスケートお話これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました